こんにちは。今日は次回の公開練習の予告編です。モーツァルトのピアノソナタケヘル332の第二楽章になります。日程は8月24日日曜日午後7時半からいつでもライブでご覧になれます。では第一楽章はどんなものだったのでしょうか。まず復習をします。頭の部分は、こんな感じでしたね。で、第二楽章は変の長調になります。第一楽章はへ長調でやったのに対して、第一楽章はちょいちょい、和の音から始まるに対して、今度は変路強調シのフラットから始まる調になります。スピードはアダージョ4分の4拍子。こんな感じですね。で、この曲で大事なところは装飾音符を非常にうまく使っているということです。ここに第二楽章のテーマの初めの2小節を書いてみました。どんなテーマだったでしょうか。ちょっと弾いてみます。こんなテーマでした。で、もしこの装飾音符、この赤で囲んだ小さい音符、ここもそうです。3箇所ありますが、これを抜かすとこうなります。3、4。こんな感じで、なんかちょっとスムーズにつながっていかないなっていう感じもする。まあピアノの音が叩くとすぐ減衰していくのでっていうこともありますが、やっぱり装飾音符を入れることによってスムーズさとか優雅さとかいろんな感じが出てきます。では装飾音符を入れます。3、4、こんな感じですね。装飾音符をうまく使ってるっていうことが頭に入れば結構です。ではそこまでの部分をもう一度弾いてみます。残りの部分は公開練習をご覧ください。